愚数用中がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。1ヶ月ほど前でしょうか、プランターに植えてあったフーチバジューシーにしていただいたんですけれども、ちょっと硬くなってるなと思ったんで、残ったフーチバももう引っこ抜いてですね、しばらくちょっと放っておいて何か新しいものを植えようかと思っていたんですけれども、久しぶりに見てびっくりしました。あれ、抜いたはずなのになぜこんなに青々と茂っているんでしょうか。プランター中にですねぎっしりとフーチバまた生えておりまして、肥料もあげてないですし水もあげてないんですけれども、おそらく雨水と太陽光だけでここまで育ったんだと思ってですね、その生命力に驚くと同時になんだかこう元気をもらったような気がします。新年度なんかね、こう自分でちょっとだらけそうになっていたんですけれども、ちょっと気合が入りました。沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は石垣市市長の中山義隆さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。中山さんは1967年生まれ、石垣市のご出身です。沖縄県立八重山高校から近畿大学商経学部へ進学、卒業後証券会社勤務を経て2006年に石垣市市議会議員に当選、2010年に第18代石垣市市長に初当選、現在は3期目を務めています。今回の話題は尖閣諸島を抱える石垣市から見える中国、台湾、そしてアメリカの姿、安全保障問題を含めてセンシティブですがとても大事なお話です。それではどうぞ。石垣市長中山さんに来てもらいました。ありがとうございます。はい、どうもお久しぶりです。中山さん、やっぱこれ聞かないとなと思ったんだけど、はい、宮古島に応援に行ってすいません、お騒がせしました。みんなに叩かれてたけども、はい、どうぞ弁解してください。いや、弁解というか、選挙の応援に入ってですね、その当然宮古の支持者の皆さんいらっしゃったんで、そういった方々のところ挨拶回りとかいろいろする中で、じゃああそこのお店に行ってお願いしに行こうよとかっていうような形で回ってたんですが、確かに沖縄の緊急事態宣言が出る前だったんですけども、石垣の方では感染が広がってきてましたので、外出等はですね、飲み会とか自粛してくださいという話をしてましたので、そういうお願いをしている人間が、島の外に出たとはいえですね、飲みに出たということで批判を受けました。それはもう、行動としてはですね、一つは選挙の応援という自分なりの考えがあったんですが、確かに、市民の皆さんのですね、感情とか考えると自制すべきだったかなというふうに思ってますね。反省してください。はい、もちろん。はい、さて今日は本題であります。はい、石垣からは尖閣が170キロの距離にあって、はい、この10年国が尖閣の島々を国有化するということから、大きな波風が立ったということですね。今日の議論の場でいうと、中山さんはあれは石垣市 その地名がある、そうですね、行政区域、行政区域なんですよね。はい、ですね、上陸申請を政府にした、はい、現地調査に行くんだということをした、この辺の経緯を、はい、まずは10年、ちょっと前になりますかね、尖閣諸島のところで中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件がありました。それから含めてですね、いろんな動きがあって、東京都の石原都知事がじゃあ尖閣民間の持ち物だった民間の方が所有されてたんですが、それをじゃあ買おうということで全国から寄付金を集めて、それが十数億という形で非常に盛り上がってですね、国民世論の中でよしじゃあ尖閣買おうという中で、当時民主党政権だったんですが、ギリギリのところで急に国が買うということになってですね、横やりが入ったような形で国有化したんですが、その国有化以降中国との圧力というかですね、非常に厳しくなってきて、今
尖閣諸島沖にはもう毎日のように中国の海警局の船がですね入ってきている状態、これも常態化してますし、場合によっては領海侵入も頻繁に繰り返しているというような状況ですね。今は尖閣 の, その警備のためにこの10年で海上保安庁の船籍、はい、船で言えばどのくらい増えて、はい、病院で言えばどのくらい増えたということ、まあ、巡視船の数でいくとですね、もともと1000トンクラスっていう、まあ、大型ある程度大型の船ですが、まあ、それが一時的に3隻程度だったんですが、うん、もうそれが今13隻以上になってまして、で今後新たに造船されます3000トンクラスの船も石垣に1隻配備するという話にもなってますし、まあ、海保の職員さんは今600人を超えるところまで職員増えてまして、しかも船自体も普通は船にワンクルーがいるんですけども、そのクルーをですね2チーム3チームぐらい作って、船が戻ってきたら職員だけ入れ替えて、その船がまたすぐ出てくという状況で、実際には船が16隻7隻あるぐらいの陣容でですね、あの尖閣の警備に当たってますね。あの時の石原さんのあの行為は今どういうふうに評価しているの？私はもう非常にいい判断だったというふうに思ってます、うん、と言いますのは、本来は石垣市が買おうという話があったんですが、まあ、お金が非常に大きいということで厳しいなという話になったら、じゃ東京都ぐらいの予算があればいけんじゃないのかというような話も何件かがあってですね、まあ、石原さんがじゃあやろうという話になって、その時はちょうど直接石原さんからも電話あって、東京都がもう市長してましたか？市長やってましたんで、まあ、石原さんからも電話あって、自分たちが東京都が手を挙げるけどいいかという話だと、もうぜひやりましょうということで動き出したのがあれはきっかけです。是としてるわけですね。是としてました、はい、そしてそれが国有化されたということも、国有化はですね、私は実は国有化は反対でした、うん、東京都が買うべきだったというふうに思ってます。より問題が今のような状況になるということを、はい、これはもう想定できましたよね。そうですね、国が買うとですね、いろいろとまた国同士の対応になりますんで、当時でしたらもうたらればの話ですが、東京都が買って、まあ、石原さんは実際にその時には調査にも行くということで上陸はしませんでしたが、島の周辺まで船を出して、小馬鹿な調査もしましたし、買う手前まで行ってましたんで、その時買ってればですね、例えば灯台を作ったりとか常駐するような港ですとか桟橋を作ったりとかいうような作業をしてたと思うんですね。ただそうなった時に中国から何か言われたときに、いやそれは東京都がやってますと、石原さんが勝手にやってるんだという話が、まあ、エクスキューズができたのかなと、うん、今国が買ってしまうともうそれができない状況です。あるいは石垣に譲渡されるという案もあったんじゃないですか、まあ、そういう話も共同で管理するかというような話はありました、うん、そうなっていたらどうなっていましたかね、うん、まあ、やはり自分たちの行政区域ですので、まあ、上陸するのは自由にできますし、で一番はですね、そこに自然環境が非常に、まあ、貴重な資源があるんですけども、そこにヤギを民間の政治団体が話した分が増えてですね、環境破壊を起こしてますね、まあ、そのヤギの駆除とかそういう調査の名目でですね、上陸することができたのかなというふうに思ってます、うん、今のような中国の高圧にはならなかった可能性があると思います、はい、日本の領土だということを国際社会に明確に示すためには、まあ、今簡易型の灯台が立ってますけども、そこにしっかりとした灯台を作って気象観測装置も作ったりとかですね、無線の中継基地を作ったりとかして、日本の領土だという明確な姿勢を示さないと今のような状況ではダメだというのを10年前に話してたんです。で10年後には間違いなく中国は国力も防衛力も経済力も日本より上回るから、だんだん手がつけられなくなると言ってもう10年経ってしまったんですね。で今の状況でさらに私たち同じようなことを国に対して要求してますが、まだそれが実現してませんけども、これから5年後10年後を考えたときに、中国の力が今より弱るということは、逆に日本の力が経済力軍事力等でですね、防衛力等で中国を上回るということはもう基本的にはないと思ってますんで、だとするならばもう打つ手はもう今しかないと思うんです。これをもう5年10年先延ばしすればするほど非常に危ない状況になってくるというふうに思いますね。答えははっきり、早ければ早いほどいいんだ、はい、ということ。そうですね。ただそのことをはっきりというのはものすごく危ないことではないかというような、うん、反論圧力にさらされますね、はい、ここに対しては、はい、実は石垣市が、石垣市あざとの城、尖閣はとの城っていうあざ名がついてます。石垣の島の方にもあるんですけども、そのとの城と同じとの城なので、あざ名を変更すると
ということで、石垣市あざ殿城尖閣と名前をつけるということを議会の方で、提案して、それが認められて今10月1日から去年のですね、あざ名変わったんですが、それを出しますというときには非常に中国側が抗議もしてきましたし、直接的に、大使館とか領事館から市の方にも電話もかかってきて、出すのか本当に出すのかとかですね、そういうような聞き取りともあったんですが、いざ決めた後からは何もないんですね。と、うん、いうことはやはり行政として動くこと、そしてまあ国として動くこと、まあ、やる前に対しては非常に批判もあるかもしれませんが、その批判に対しても毅然とした態度で臨むということをやればですね、それに対する対抗措置が、まあ、あるかもしれませんけども、それに対してはもうしっかりと言い続けることで、もう相手が言わなくなる、行動しなくなるということがあるんじゃないかなというふうに、ね、中山市長としては今回の上陸申請は、まあ、失礼ですが本気なんですね。本気です。これ国は認める今なんかこう中途半端になって、基本的には今のところまだ認めてもらえてません。ノーアンサーでしょ、はい、これ実はもうずっともう10年以上前からもう断るごとに上陸のお願いをしてまして、以前は民間の所有地でしたので、固定資産税の調査には入る権利があるものですから、それをお願いしました。それは国の方からはこれまでも人も上陸してないし建物もできてないので何ら以前と状況変わらないので調査する必要はありませんという形で上陸を認めないと、しかも所有者の方が国以外の人の上陸は認めないということになっているので市はダメですということを断られました。で、環境調査をするために上陸したいと、これも断られました。ヤギの食害を調べるために上陸したい、ダメです。で、今度戦時中に、尖閣諸島で、遭難があったので、それのだいぶ犠牲になられましたので、その慰霊祭とか、まあ、遺骨の収集をしたいということで、お願いしたんですが、まあ、それも断られているところですね。で、まあ、直近また遺骨収集で、お願いをしてまして、まあ、それについては、まあ、以前とはまた違った動きでですね、国会議員の先生方がいろいろと今国会の方で、意見を述べていただいてますので、これでなんとか、まあ、人道的なものもありますので、上陸できないかなというふうに思ってます。そこは可能性あると見ておられるわけね。まあ、それはまあ、なんとか自民党の国防部会の中ではね、行政官、どこの行政官か分かりませんけどね、これ次の手はもう上陸することが次の手なんだ、はい、多分そういうことなんですね。やはり上陸だと思いますね、まあ、台湾は台湾側で自分たちの領土だという話はしてますけども、実際に、私も石垣市は台湾のスオーチンという、まあ、台湾東側の一番大きな漁港の町と姉妹都市になってまして、非常に長いお付き合いをさせてもらってます。で、石垣自体にも台湾の方、華僑の方がたくさんいらっしゃいますし、これまでの交流があるもんですから、そういう時に話しに行くと、まあ、話の中では公式の場でもですね、まあ、台湾の領土だと日本の領土だと、まあ、言い合いみたいになる時があるんですが、その中でも最終的には台湾の方は、いや自分たちも尖閣の周辺で漁をさせてくれないかというのが、やはり、まあ、根っこな根本のところにありますんで、まあ、領土というよりも漁場として、ぜひ使わせてもらいたいと、一緒に使わせてもらいたいというのが台湾の、まあ、国民というかその漁民の本音だなという感じがしますね。台湾とは話が現場的にはできているなという、そうです、そういうふうに聞こえます、はい、実際のところ日台漁業取り決めでですね、尖閣諸島の南側の海域を台湾の漁船に提供してますけども、その交渉に乗っかって提供しているということは、言ってみれば日本の領土だと、もう暗に認めながらも漁をさせてくださいという交渉をやっているというふうに感じてますね。そういう中で、まあ、またこの時期に議論したかったのは、中国の会計局がその法律も変わって、より強硬な、まあ、武力行使ができるようになったんですよね、はい、そこがまた一つ危機感が高まったということなんでしょう、はい、そうですね、武力行使する、なおかつ尖閣の周辺でやるということは、もう自分たちの領海だというような主張につながりますので、自分たちの領海で武力行使をするという形になってくると、もし日本の漁船を打砲したりとか、日本の漁船に何らかの威嚇射撃とをしてきた場合にはですね、もう完全に国際世論から見ると、あそこは中国がもう取ったんだねというような話になってしまいますので、そこはもう絶対にさせてはいけないところですね。無人島のままにしていることの今のその危機感なんですね、うん、そうですね。この間2プラス2と、うん、日本の国防と外務と、それからアメリカの国防と外務がこれ東京で会議したと、はい、この中で議論されて、まさに尖閣の問題含めて東アジア情勢というのが、中国に対するメッセージがすごく、国の名前も入って出たというのが
これまでなかった強いメッセージに出たということになっているんだけども、中山さんどうぞ。あのそれに関してですね、まあ、今まではあの、まあ、日本の施政下にあるとかですね、安全保障の範囲内ですよというような言葉は何度か出てきてはいましたけども、今回は中国を名指しして、まあ、南シナ海とかですね東シナ海の動きに関してアメリカ側が直接的にあの懸念を表明したというところを見るとですね、あの、まあ、中国側ももう声を出していろいろ出てきてますけども、2023年にまでには台湾を取るとかですねいうような具体的な話をし始めている状況を見ると、尖閣諸島はですね、あの仮に、まあ、私が中国だとしてですね、中国側から台湾を見て台湾を取りに行くときに、中国側から言うともう一つ尖閣を抑えることによって台湾を両サイドから挟み込みができますので、うん、あの台湾を抑えに行くためには尖閣はどうしても必要な場所なんだろうなというふうに、軍事上、まあ、専門家ではありませんけども普通に単純に考えてもですね、そういう場所だというふうに思いますので、そう言われています。もうその危険性が高くなってきているのがもう今かなと。アメリカがどのくらい本気かという話がよく議論されるわけです、日本の中で。今回アメリカは踏み込んだというふうに言われているんだけども、安保条約の5条に適用なんだということを、まあ、はっきり言ったということを言われている。あの中山さんから見ていて、アメリカのこの東アジア情勢にどうコミットするかの本気度みたいなことはどういうふうに、うん、あのこれは先ほどの台湾の話とつながってくるんですが、うん、台湾をもし中国に取られた場合、まあ、尖閣も含めてですけども、台湾取られた、尖閣取られた、次は当然宮古や山、まあ、その次は沖縄本島かもしれません。ただもう台湾を取られた時点でもう中国が本当に自由に太平洋に出入りができますので、そうなるとアメリカにとっては、まあ、今まで自分たちがハワイをはじめですね抑えていた太平洋を中国に、我が物側で動き回られるということになりますんでね、それをアメリカは懸念しているのかなと。だからまあ日本の安全保障の分に関わって、自分たちで助けるよとか一緒にやるよとは言ってますが、実のところは、まあ、自国アメリカを守るためにはもう手を出さざるを得ない状況に来ているんじゃないかなと思ってます。本気になっているというふうに思います。冒頭から市長に反省してくださいと言えるのも島田さんぐらいじゃないかと思いましたけれども、まあでもこうしてセンシティブな問題も含めて率直に語れるのもこの番組ならではと言えるかもしれません。尖閣諸島、東京都が買うのは賛成だったけれども石垣市としては実は国有化したのは反対だったというお話もありました。現在香港や台湾に対してますます強権的になっていく中国の態度を見ていると、石垣市としての強い危機感を感じますね。領土問題というのは、まあ、それだけではなくて漁業権のこと、安全保障のこと、さまざまな問題が絡んできますよね。これまでグレーにしてきて何とか均衡を保ってきたことの限界を感じました。島田さんはお話を終えて、中山さんの強い危機感を感じました、敏感なテーマですが沖縄全体として知見を高めることが必要な問題ですというコメントでした。今週のコーラルラウンジは石垣市市長の中山義孝さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先日県内の航空業界でとても嬉しいニュースがありました。沖縄出身双子のパイロットの誕生です。北谷町出身でお兄さんの知念博之さん、弟さんの直明さん、お兄さんの方は琉球エアコミューター、そして弟さんの方は日本トランスオーシャン航空にそれぞれ入社しました。二人ともね、小さい時から飛行機が大好きだったということで、飛行機の離発着がよく見える瀬長島の方に家族で週に 2,3 回は行っていたということなんですけれども、飛行機の飛ぶ真似をして遊んでいたということです。二人揃って、航空会社のパイロット訓練ができる第一工科大学に進みまして、お二人はすでに事業用の操縦士の資格は取得済みということですので、これから訓練が順調に進めば、2年半後ぐらいには旅客機のパイロットとしてデビューするということになります。昨年でしたかね、JTA でお父さんが
機長で、息子さんが副操縦士ということで親子で初フライトというね、大変県内初の珍しい、ニュースもありましたけれども、今回も、この双子のパイロット県内の、JAL 系列の航空会社では、双子のパイロット誕生は初めてということですね。コロナ禍でなかなかこうね、飛行機に乗る機会減っていますけれども、それでも私たちの大切な、空の足ということに変わりはありません。お二人ぜひ訓練頑張っていただいて、お二人の操縦する飛行機に乗る日を私も大変楽しみにしています。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか、1週間の振り返り聴取も可能です。さらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のあるときにぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。